ビクトリアパークとは、主として、ビクトリア女王に敬意を表して名付けられた公園などの名前。ビクトリア女王は1819年に生まれ、1837年に、クレートブリテン及びアイルランド連合王国の女王として即位し、1901年に亡くなるまでの約60年間その地位にあった。ビクトリアにちなんで、最初にビクトリアパークと名付けられたのは、 イングランドバースにあるロイヤルビクトリアパークである。同園はビクトリアがまだ11歳の王女だった1830年に開園している。この他にも様々な公園、グランド、地域などがビクトリアにちなんでビクトリアパークと名付けられた。ビクトリア女王の知性は大英帝国の繁栄期であり、世界各地に英国の植民地が存在した。そのため、 ビクトリアパークもイギリス本国だけでなく、イギリス連邦各地に残っている。バースにあるロイヤル・ビクトリアパーク、ロイヤル・ビクトリアパーク、バス、バス、イングランド、パークスガーデンズ UK、パークスガーデンズデータサービスリミテッド、2008年9月17日、閲覧、ありがとうございます。